闇に生き光を求め、命の歌を歌い越後の四季を巡る盲目の旅芸人ゴゼ。目を閉じて心と耳を澄ませて聞けば、あのゴゼ歌が野越え山越え川越えてあなたの胸に届きます。ゴゼとは三味線を奏で語り物などを歌いながら各地を門付けして歩く女旅芸人のことです。ほとんどの者が盲人で、生きていくすべとして幼少の頃から親方と呼ばれる師匠に預けられ、厳しく芸を仕込まれました。独自の掟としきたりによって固い絆を結び、世間の差別や偏見などに対して互いに身を寄せ合いながら各地を放浪して歩いていました。盲目という閉ざされた闇の世界に加えて、なお生きがたい人の世の闇、この二つを抱えた春、その深い闇の内から光り出す生の輝き、それこそ春そのものから生まれる劇的な人間ドラマなのです。明治33年、新潟県三条市の川べりの農家で春は生まれた。生後100日で失明。祖父は盲目の春を世間に知れることを恐れ、奥座敷に閉じ込めた。優しかった父と死別した後、5歳の時ゴゼになることが決まった春を、母トメは裁縫、行儀作法、食事の食べ方、後片付け、着物の着方、畳み方を鬼のように厳しく激しくしつけた。春はある日朝母に尋ねた。かか様、目が見えないとみんなと外で一緒に遊べないのかね。見えないことは悪いことかね。母は答えた。よいかえ春、世間に出ればお父様のように優しい人ばかりではない。むしろお前を嫌う人の方が多いかもしれない。春、これから先お前は一人で生きていかなければならぬ。辛いことがあっても辛いと言うな。腹減ってもひもじいと泣いちゃならねえ。いいな、神様はきっと我慢していれば次生まれてくるときは明るい目を授けてくださるからな。はい、と春は素直に母に返事をした。こうして春は母親の尊い愛から生きる術を学んでいく。7歳の時から春の血のにじむようなゴゼのつらい修行の日々が始まった。三味線を弾く春の小さな手はいつも血にまみれていた。さらに真冬の朝と夜、吹雪が舞う川の土手に薄着姿で立ち、寒さも辛さも胸に秘め叫ぶように歌う寒越えの稽古。9歳の時母親と死別、涙一つ流さない春にとって母は鬼であった。春は一人目の意地悪な藤親方からは生きていくためのたくましさを学んでいったのでした。二人目の沢親方はゴゼとして生きることは何か、ゴゼ歌を歌うその意味を教えてくれるのでした。春、
神様はお前の目を奪った。でも神様はお前に素晴らしいものを授けた。それは歌だ。ゴゼ歌を歌うことだよ。村の人たちはお前の歌を聞いて心から喜んでくれる。幸せと思わないかい？26歳の時、2歳の女の子を養女にもらう。あーちゃん、あーちゃん、そう呼ばれる時、初めて母としての幸せをかみしめるのだった。その時、春に記憶がよみがえった。全盲の娘が一人で生きていけるようにと、心を鬼にした母の深い愛情が見えてきたのでした。自分は母に愛されていたんだ。だが幸せもつかの間、2年後夏、幼女は風邪をこじらせ、4歳の生涯を終える。本当に涙がこぼれるようなことがあっても、涙隠してきた。泣いてしまったら歌になんねえからと、春は人様の前で歌うときは悲しみの涙を見せずに御前歌を歌った。全盲の闇の中から放たれる暖かな光。春の人生は決して春一人のものではなく、旅の中で出会った人々を幸せにする慈悲の旅であったのかもしれない。良い人と歩けば祭り、悪い人と歩けば修行。難儀な時やるのが本当の仕事。こうした春さんの人生に、神様は春を見捨てはしませんでした。昭和53年、春78歳の時、御瀬文化継承者として国の無形文化財、いわゆる人間国宝に選ばれたのでした。ようやく訪れた幸せに、春は涙を止めることはできませんでした。その時、春はこうつぶやく。神様、今度生まれ変わることがあったら、どんな虫でもいい、明るい目を持って生まれてきたいものだ。